はい。皆さん、こんにちは。今日は改めまして、ヤマハのシンクルームを初めて使う方のために、登録から簡易な使い方までご説明をしたいと思います。シンクルームということで検索してダウンロードのサイトに行ってください。その URL は概要欄に貼っておきます。そうすると、 今画面に表示されているようなところに飛んでいきます。そして Windows 版と Mac 版があります。どちらか必要な方をダウンロードします。ただし使えるかどうかというのを回線チェッカーという簡易なネット回線のスピードを測る機能がありますので画面中央の回線チェッカーというところをクリックしてください。 計測をしています。そしてこのように A、セッションができる可能性が高いです。もしくは B ぐらいなら利用できる可能性があるかもわかりません。そしてシンクルームを使うときは、できるならお家の中の回線もケーブルの LAN 回線でやる方がネットスピードが確保されますので、できればそのようにしてください。 wifi の無線でつないでいる人は、この回線チェッカーでしっかりチェックしてから使いましょう。ダウンロードをします。通常はダウンロードの専用ホルダーに保存することになります。ダウンロードができましたら、それを回答しましょう。Windows 版の場合はこのようになります。VST プラグインズというのは、 DAW でシンクルームを使うときに必要になるものです。DAW を使わない人はインストールする必要がありませんが、DAW で使いたいという方は、この VST プラグインの中身を自分が使っている DAW のプラグインホルダーにコピーします。話は元に戻ります。そうしましたら、このソフトを インストールしてください。インストーラーを起動すると、このような画面になります。次へを押します。ソフトウェアの使用許諾の契約書が出てきますので、同意するにチェックをしてください。そして次へを押します。フォルダーはそのままで実行しましょう。次へを押します。この画面が出たら、また次へを実行します。 ただいま実行中です。インストールが完了しましたというメッセージが出ましたら、閉じるを押してください。そしてシンクルームを起動します。初めて起動をしましたら、このようなログイン画面が出る場合があります。その時は同意というところにチェックを入れて、そして ログインに進むというのを押してください。ヤマハのオンラインメンバーでない方はメールアドレスでアカウントを作成というのでアカウントを作ります。もうすでにメンバーの方はこのようにメールアドレスとパスワードでログインをしてください。メールアドレスでアカウントを作成します。このような画面になりますので規約に同意します。そうしまして メールアドレスを設定します。パスワードを任意に設定します。このようにできましたら、もう一度パスワードを入力します。 そして確認を押します。画面右の方に Google Chrome の場合はパスワードの保存を聞いてきますので保存をしておきましょう。そしてこの内容で登録というのを押します。そうしましたら仮登録完了という画面が出ます。この時にメールが 伝送されていますので、メールを確認します。僕は Gmail でしたので、Gmail を開いてみます。そうしましたら、最新のメールに、このように Yamaha のオンラインメンバーのメールが届いています。それを開きまして、本登録 URL というこの部分をクリックします。 そうしましたら画面は登録完了という風になります。ここで戻るというのを押します。すると画面上部にこのようなダイアログが出ますのでシンクルームに戻りますということで OK をします。するとシンクルームを開きますかという風に出てきますのでここでシンクルームを開いてください。 ブラウザーは閉じておきます。すると、このような画面になりました。設定の画面を見てみます。まず最初に、オーディオデバイスを設定します。オーディオインターフェースなどをお持ちの方で、Windows の方は、Azio というのが出てきます。その他、WASAPI 共有モードというのがあります。このようにすると、 規定の入力、規定の出力というのもできますし、Azio ドライバーを使う場合は、このように Azio ドライバーを選択します。そして、自分の持っているオーディオインターフェースを選択します。画面に 44100Hz でいいですかという風うに出ていますが、ここを切り替えることもできます。なるべく高音質で通信をしたい人は 48000Hz に選択をします。 そして次に設定するのはバッファサイズです。バッファサイズが選択できない場合はコントロールパネルを開きます。するとそのオーディオインターフェースに独自のコントロールパネルが開きます。そこでこの部分を選択します。セッションをする場合などは128サンプルぐらいから開始するといいでしょう。相手先のサウンドをモニターする程度なら もう少し大きくても大丈夫です。ここではすぐには切り替わりませんけれども、このまま続けていただいたら、これは設定が変わります。そして画面の右の方なんですけれども、基本音質設定は高音質にしておきましょう。まずは入力テストをしてみます。このテストは初めてシンクルームを入れた方では、ウィザード形式で 順に入力テストや再生テストをしていけることがあります。もしそれが出ない方は、この画面で入力テストのアイコンをクリックします。すると、インジケーターが動くようになります。ボリュームを確かめてください。小さいなと思えば、スライダーでもう少し上げます。あ、あ、あ、はい。 ちょうどいい感じですね。次は再生のテストをします。再生テストのボタンを押してみてください。このように入力と再生のテストが完了しました。OK を押してください。そうしましたら、 自分の名前が設定されていない場合は、このように自分の名前を設定しましょう。そして、ルーム一覧を押します。そうしましたら、このように公開されているルームが見れますので、一番画面下の方にスクロールします。すると、テストルームというのがありますので、そこでルームに入ります。画面上に確認のダイアログが出ますので、OK をします。 シンクルームのテストルームへようこそ。このルームでは、そちらから入力された音声が3秒後に戻ってきますので、マイクテスト、マイクテスト。マイクテスト、マイクテスト。このように喋ってみます。このように喋ってみます。よかったらルームを退出してください。よかったらルームを退出してください。はい。これで、 テストが完了しました。今テストしたように自分の声が3秒後に返ってきたらシンクルームの通信がうまくいっているということです。これで全ての設定が終わりましたので実際のシンクルームを利用するときは相手先と決められたルーム名を入力し例えばルーム名に村長と入れます。 そして、パスワードを入力します。公開か非公開か選択します。ルームを自分で作るのか、相手先から決められていた場合は、もう部屋が立ち上がっている場合は、ルームに入るを選択してください。自分が作る場合は、ルームを作るを選択しましょう。このように、ルームが作られたわけです。 今日はシンクルームの登録の仕方からサウンドの設定の方法までお話をしました。ぜひとも楽しくシンクルームをご利用ください。わからないことが起こったらお友達などにセッティングを聞いてみましょう。ご視聴ありがとうございました。